ちょっと今日はゴルフ場の許可を得ましてですね、なんとキャディーさんがドラコンの選手だということで一発打ってもらうことになりました。岡島さん、はい、どうですか。すごいですよね。今スイングで見ただけですごいですよ。音がちょっと素振りお願いしていいですか。素振りで、はい、すごいすごい。じゃあここはね広いんでね、すいません、ね、ここしかないですもんね。ここしかない、あれか、危ないかもしれないです。あれ危ない。じゃあ待ちましょう。はい、すいません。もしかしたらあれ何ヤード、まあ、っちゃうパターンあるんですか。まあ、一番後ろからバンカーまで行っちゃって、もしかしたらちょっと危ない。何ヤードですか。ここテロ前だと376。え、400いくの。パターンあるよね。まあちょっとフォローなんで、もしかしたら取れるってのがすごいですよね。いきます。うわー、すごい。すいません、右抜けちゃいました。ちょっとあんまり数字も良くないですけど。良くないんですか、はい、これ63。もう一発いきますか。本当ですか。弾道がすごくやっぱ高いですね。落ちてこなかったです。おお、行った。出す、ちょっと左行っちゃいましたね。ナイスです。すいません、数値はいいですか。いや、ビビります。まあ寒いんだよ。すごい。いや、すごくないですか。今だって何ヤードぐらいいってるんですか。350ぐらいだと思います。はい、行きましょう。力抜いて。すいません。すごい。これ見て、力抜いていけっていう謎の。すごいね、やっぱり。そんな。いやいや、すいません。まっすぐ飛ばなくすいません。いや、全然全然。いやいや。いや、こっちのやつももっと飛んだよね。あれが。そうですよ。ちょっともしかしたら回転数多くて浮き上がっちゃってるかもしれないですね。じゃあ後半お願いします。お願いします。お願いします。おー、強い。完璧。右だ、ちょっと調子がいい感じ。あ、気に当たった。いや、今めっちゃなんか今日一分厚かったかも。ピンに当たりましたね、最後ね。いやー、ナイス。そのなんかクローズスタンスは何か意味あるしてるんですか。いや、クローズにしたら振りやすいんですよ、僕。こうやると、ここまでしかいかないんで、クローズにして振った方が、まあ、なんかこうしっくりくる回転がいいんですよね。へー、すごい、なんか朝からクローズだなーって。クローズなんですよ。起き上がりました。まあ、行きましょう。ありがとうございます。お、でも起き上がった割にヘッドスピードが速い。速い。いや、やっぱりそこ意識してからですね。本当、あんなティー高いのは私無理です。いや、もう初めてです。空振りそうです。天ぷらがもう、そうもうロブショットみたいに、ビヨーンと。これドラコン用のティーなんですよね。これ、えー、はい、ちょっと待って、普通これすごい。すごい。全然違う。それだけアッパーで打つんですね。そうですね。はあ。そういう打ち方がありますよね。そうです。そうです。僕アッパーで打てないんですよ。ダウンブローね。ああ、もうここガーンって、はい、押していく感じですもんね。だからアッパーにするにはこうちょっとクロスにしてこうやっていかないと。あ、それもあってクロスもあるんです。はい、木に当たってもここまで飛んでます。100切ってますね。風か、風の計算、フォローです。おー、ボールが高い。2回か。お、ゴーゴー。ナイソンです。もっと出したかね。ありがとうございます。今何番なんや。68です。はい。いやー、でもこっち行った時はもう次のコースで見えると思う。そうですよね。次だ、戻りの、はい、370度。いや、もうドローだって向こう行ったと思う。もうどっちもコースにない。自分のクラブじゃないよみたいで。へえ。あ、誰かのクラブ借りてる。コース用の。今日
午前中より転がりいいですよね、はい。曲がった。ナイスです。伸びろ。じゃあここでですね、岡島さんのクラブセットを紹介していきたいと思います。はい、触って大丈夫ですか？全然いいですよ。はい、まず先ほど言ったドライバー。ドライバー、はい、が9度 で、その下からいきます。はい、3番ウッド。同じく G400 の、うん、そうですね、3番ウッド。はい、でシャフトが X、 同じ X ですね。そうですね、一緒ですね、はい、で5番ウッド、もう一緒ですね、ピンの一緒ですね、はい、はい、あんまり使わないですけどね、これね、5番ね、使わないですか、はい、こっちの方が使いますか。使いますね。5番は例えばどういう時に使うんですか。まあ、距離がないあのティーショットで左右 OB の時とかを、3番でも大きいかなって時に、そうですね、そういう時にこう使いますね。次はユーティリティ、 ユーティリティですね。これが3番ユーティリティ、はい、これで200 230、まあ30ぐらいいくと思うんで、まあドライバーが打てないラフのところで打ちたいなって時に使います。はい、でその人が4番や、今日持ってきて、もうまだ使ってないですけどね、あの4番はどうしようかって迷ったんですよ、はい、56度入れるか4番か迷って、まあある程度今日風強いっていう計算だったので、やっぱり人ワンクラブ上げたいなという時は入れます、うん、4番を4、はい、だから4番で210とか20なので、番手はすごいできてるんですね。まあできてるんですよ。で5番から200ちょっとなので、すごい、私のドライバー多分5番。いやでもこのね、ピンの G400 に変えて、やっぱワンクラブ飛ぶようになりましたね。前水野使ってたんですけども、それよりもやっぱこっちの方がやっぱ飛ぶ設定にしてたので、距離が楽になりましたね、はい、456ですね、456789、はい、でピッチングウェッジにが W なんですね、はい、ここまではシャフトは全部一緒ですかね、スチール、はい、そうですね、おお、ゴールド、そうですね、ダイナミックゴールド、はい、一緒ですね、さすがですね、はい、でその下が58、50、はい、これで大体何ヤードぐらいとかします。まあ58度でまあエッジ回りとか、あとマックス打って80か90ですね、うん、はい、で50で100から110ぐらいちょっとですね、うん、っていうイメージあります、ね、でアプローチは使い分け、転がす時と浮かす時、はい、でこっちが大体でも58やります、58やります、はい、でそこで56度入れてるのはグリーンが広い場合をラン使う時に56度を使ったりとかするんで、今日はやっぱり、ね、風があるんで4番入れが欲しかったので、ただまだ使ってない、使ってないと。もう使わないかもしれないですけどね。はい、はい、で基本的に全部 G400 ですね、うん、そうですね、上ピンでまとめてちょっとグライド、うん、もうこれもピン、はい、ピンです、はい、でパターが、パターもね、はい、ピンです、ピン、全部ピンじゃないですか、全部ピンです、ピンタイプ、はい、ピンだけにピンタイプ、ピンピンと。このこだわりポイントとか、なんかこれにした理由っていうのは何なんですかね。まずこのグリップが好きで、赤好きなんですよ僕、で赤が好きで、この持ち手がこう持ちやすかったんでこのクラブにして、あとあのピンって結構測るんですよね、うん、その自分がどういう打ち方をしてるだとか、そうですね、計測、はい、でその時に僕結構アッパーで打つタイプなので、うん、アッパーの打つ人ってここをなんかいろいろ変えるらしいんですよ、うんうんうん、あの角度を入れたりとか、トゥーを上げたり下げたりとか、そういうのをやってもらったらこの角度でいいなっていうのでこのパターンにしてくれたんですけども、それから転がりが良くなったんですよね、はい、あと自分の腕の長さに合ってる、そうですね、ピンね、長さもできるん で、 でそういうところでやっぱりピンのパターンはいいなっていう、はい、ありがとうございます、はい、すいません、ありがとうございます。このパー5嫌いです、その帰りのあっちですか、でもフォローですよ、今日いいですよ ねチャンスホールです、チャンスホールじゃないですよ、私あそこも打ってもらうの、いつもここ入れるんですよ。そういうイメージダメですよ。メンタル、メンタル、そう、もうそこで参ってますよ。持ってかれるよ、これは。
ートの中で得意なクラブはどれなんですか？7番アイアンですかね。おー、一番イメージ、うん、イメージはありますね。やっぱ低い球も出す時とかやっぱそういうのも7番アイアンで低い球打ちますし、やっぱり練習するのはやっぱ7番が多いかなっていう。うーん、はい、で7番が一番得意な、うん、得意ですね。逆に苦手なクラブあります？ドライバー。ドライバー、そんなことない。もうあれはもう考えると考えただけもうぐちゃぐちゃになります。フォームが考えない。いや考えちゃいますね。やっぱりどうやって打とうかなとか、やっぱクロスにしたいとか、腕の上げ方とかね、やっぱそういうのって考えるともうぐちゃぐちゃになります。はい、もう一番やっぱ無心で打てばいい球いくんですけど、やっぱ考えたら負けじゃないですか。無心で打ってる時はじゃあすごく良くて、そうですね、スポーツって考えたらダメなんですよね。だけどちょっと番手2つ上げます。4球で後ろ残っちゃった。これでももう一頭奥に乗りました。すんごい遠い。バンカー入っちゃいました。バンカー入った、顎に当たって落ちちゃいました。あ、このバンカーだったんだ。もうちょいです。よく抜けましたね。あったんですか、その抜けれる。いや、あれを越えていけばいけるんですよ。91で出てるよ。だからでもやっぱミート率がほんとすごい。198しか出ない。でも 1.51 です。あ、すごいですね。すごいミート率だけで生きてます。いや、それすごいいいことです。大事です、ね、そこ大事です。すごい大事です。どんだけヘッドスピード速くてもそこが低いと飛ばないんで。ちなみに今まで会った野球プロ野球選手で一番飛ぶ人って誰ですか？うん、まあデイブさんをね飛ばしますけども、デイブ・オークさんね、うん、もう飛ばしますけども、やっぱりピッチャー部だった田中幸雄さん、っていう2000本打ったバッターがいるんですけども、はいはい、その方すごいです。すごい、はい、弾道が低いんですけども伸びて落ちてこないっていう。へえ、もう桁違いでしたもん。桁違い、はい、見た瞬間に僕がうわって思ったんですよ。へえ、初めて回った時一緒に。もうドライバーで360普通に打ちますから。え、360、はい、360でスプーンで300以上打つ。まあね、すごい人いますよ。すごい。だいたいみんな飛ばすとドーンって上がって落ちてこないじゃないですか、うんうん、その人ライナーですからね。そっか、じゃあもううわーっあれ、まだ落ちないのっていう感じの低いとね、すぐこう、そうね、落ちそう垂れるじゃないですか。全然そっからぐわーっ、えっていうもうえっ、はい。面白いね、鹿島さん面白い意外でした。番組に出てもらってこんな気さくで面白い方だとは。まだまだ聞いていきます。キャリーさんもあれです、230に当たった。そうですね、ちょっと出てる木が気になるけど、あの子嫌なんですよね。
けた。でもグリーンの乗りそう。わあ惜しい。でしたね、ナイスです。いやでも距離は乗っ過ぎてます、ね。あの木を狙おうと思ってたんですけど、でも木に当たるじゃないですか。だから狙えないんで左だったんで、ああいう。あこう。はい。でもまあまあ。良かったですね。良い、はい、あれがなかったらそこ行こうかなと思った。あの上ですよね。はい。あれがあるからちょっとやっぱり。しかもちょっとライもね、つま先上がり。全然気にしなかったでしょ。気にしなかった。だから右の方にずっといたんで気にならなかった。見えなかったですか。いつ言おうかなと思ったんですけども。なんかいつももっと左側に来て、はい、になっちゃうんですよ、ね。ああ見えてね。そう。それが今日確かに見えなかった。見えないし、はい、風でやっぱりね、こっちじゃないですかやっぱり。はい。よかった。逆だった。早い。早いっていうか。逆？フックですね。フックしたかな。何ですか。ここ一番見れない距離です。あれほとんどこれも来てないですね。ああ風。おー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 。惜しい。惜しい。今いい伸びだったんですけどね。ナイスです。風すごい。バーディーチャンス。止まりましたね。止まって。